来た。ほら、ほら。ここがオクソですね。日本のコンビニエンスストアみたいにお水とか製品とかいっぱい売ってるところです。じゃあ今行きましょう。オクソにはポテトチップス、メキシコ人よく食べますね。いろんなものがあるんですね。こっちバッと塩味であったりとか、ちょっと辛めのやつであったりとか、これもすごい辛いやつですね。それもいいと思う。La papada es muy picante, creo. Y también tenemos este como una papa con diferente textura. これはポップコーンみたいなものとか、あとはなんて言うんでしょう、日本の他の食感の味のものとかもあって、とても美味しい。¿Y no quieres probar de esto?¿Cómo? ¿No? No, これは、メキシコのオクソでよくありますね。ペットフードを量り売りしてまして、自由な食事のところで量り売りしています。これもメキシコがペット大国だからあるサービスだと思いますね。あとは、あ、待ります。OK。あとは、とかこういったフメックスのも売っていますし、あとはちょっとあとはこっちもポテトチップスあります。あとメキシコはビール大国なので、テカーテがあって、メキシコ一つの、メーカーですね。テカーテのビールがいっぱい売っていますし、こういったハイネックの海外のものとかもボトルで売っています。その値段も1個見えますでしょうか。34ペソとかなので、368、200円以下、400円未満なので、すごく日本と比べて安いと思います。あとはジュースもスポーツ系ドリンクもこうやって売っていますし、こういった甘いお菓子も、あとメキシコは牛乳は、常温でほとんど売っています。冷蔵庫に売ってるものはあるんですけれども、あとはこういった子供と赤ちゃんの製品とか、洗剤とかも売っているので、ちょっとした時に、じゃあそれでは以上で終わりにします。ありがとうございます。